それでは3章後半戦。これよりクロードたちの救出作戦を行う。どうしようかな。よし来た。まあここで足の速い偵察兵が欲しいけど、まあ火力かな。奴がこんなところで死ぬものか。いい正体、出撃せよ。救援が来るまで持ちこたえるんだ。みんな、行くぞ。この事態をラズが引き起こしたことに責任を全く感じてないんだよな。援軍が到着するまでは積極的な戦闘は避けろ。交代しながら時間を稼ぐんだ。おい、見ろよクロード、まずいぜ。誰のせいでまずくなってるんだよ。これじゃ逃げるに逃げられねえ。この雨で木や土もかなり流されて堆積してる。なんとか渡れそうなポイントを探すんだ。なるほどね。そんなうまい場所があればいいけどね。落雷で木がおいおい、うまい具合に倒れたじゃねえか。ありゃ使えるかもしれねえな。ちょっと笑ってまうよな。まあやってやるか。この道はダメだ。倒れた木で塞がってやがる。くそ、倒木か。迂回するしか手はないのか。各員、現在位置を確認せよ。逃がさねえぜ。これでも。うれうれ。目標撃破。いいぞ。まあ体力的にここまでか。行動を開始する。ひるむな、進め。勝利を目指して。これ通れるようにして意味ある？奥がまだあるかな。逃がさねえぜ。敵発見。ウサギ狩りだ。行くぜ。あれ、コントローラーがなんでだ。丸は聞く。あ、そうか、行動したんだった。ドローラがまたダメになったんかと思った。わかったわ。まあ突撃兵だよな。ち
ちょっと見づらいなこの枠。生きてる。なるほど、できるな。敵部隊、ジークバルラインに向かうつもりでしょうか。状況を報告せ。あれ、方向変えようと思ってたのに。しょうがないわね。してないな。間に合うか。間に合った。油断する方が悪いの。浮かれないで、次よ。で。違いねえ、ラグナの鳴き声だ。ってことは援軍が、みんなが来てくれたんだ。よっしゃ、クロード、逃げ回るのはここまでだぜ。ああ、行こうラゼ、反撃開始だ。なんかすっきりせんよな。敵だ。撃ち方外れ。敵だ。敵発見。支援兵かい。逃がさない。よし、次だ。よくやった。さすがだ。わかったわ。見づらいな。許してね。地雷いっぱいだ。逃がせば追撃が来るぞ。ドキドキしちゃうわね。許してね。一応残ったか。
行動開始だ。甘いな。目標の撃破確認しました。そこは射程内だ。神経さあ、いっさあ。回り込まんでもよかったけど、不意打ち。イエッサー。いい攻撃だった。アイアイサー。敵撃ち。ちょっとタランコみたいな喋り方するような。私に任せて。甘いわね。やったわ。よかった、これで少しは楽になる。大丈夫か、こんな前線で。こいつがここで大丈夫か不安だな。行くわ。届かんかった。ラグナイト使えるんか、こいつは。今回は使ってくれた、ありがとう。しゃがみすらできんかった。あと1。さあ、いっさあ。敵敵止まらず駆け抜けて。あれ、これ限界か。さあ、イエスター。イエスター、やりましたね。ギリで隠れてない。やべえ、敵弾兵がおる。ナイス。やべ、まあ大丈夫か。ポイントが、あの偵察兵が一番元気じゃなかったっけ。こいつ柔らかかった。それは想定外。敵弾兵がやっぱりな、そら撃つよな。もうよしといてよ。しかもハテナになりやがった。まだこの辺にあったような。だからこっちを頑張るか。イエスター。
発見。なるほど。どれ逃がっ、食い打ち。イエスサー、よくやった。突撃すけにか、行くわよ。これが届くってな。見えん。一応近づくか。どうせ近づくしな。敵部隊を倒してください。近づきすぎ注意。倒せた？やったわ！やるじゃねえか！こっち向いてるな。僕ならやれる。ラスがちょっと遊んでるけど。攻撃が来るぞ。敵発見。ひるむな。あの仲間持った。よし。よし、次だ。目標の撃破、確認しました。わかったわ。あの洞窟の中、ラス行かさな、しゃあないか。逃がせば追撃が来るぞ。早く帰って、シャワーを浴びたいわ。見えてた見えてた。また一人残ったか。目標の どうせあの洞窟にラズ連れて行くならラズでやるか。地雷いやらしいな。ジークバルラインに向かうつもりでしょうか。ここにも地雷やるわ。ギリギリ見えてないか。はい、蹴る。くらいやがれ。よかった。やってる。いける。敵の反撃に注意せよ。くれ。うらうら。ちょろいぜ。目標の撃破を確認。よし、任せときな。火だらけだぜ。ネームと隠れてたかな。よし、これで敵は全員ぶっ倒せな。誰のせいだよ。オンに来なさい。あの信号弾に気づいたのは私なんだから。ここまで迷わずに来ることができたのはラグナの力が大きいが、うん、ラグナ、それにレイリー、カイ、他のみんなも本当に助かったよ。ありがとう。まあ、これくらいどうってことないわ。そんなことよりとっとと帰ろうや。体が冷え切っちまって。よっしゃ。防御装備はどうしたんだよ。おっと、不死身のラズ様がこれ式のことで風邪をひくほどやわだったとは驚きだな。いや、
こいつに限ってそれはない。バカは風邪をひかないってね。そうか、なら安心だ。でも僕たちは気をつけないと。くそ、てめえら寄ってたかって覚えてやがれ。先ほどの作戦では見事な活躍だったな。司令部からの報奨を受け取るがいい。よう、やっぱりここだったな。おはよう、ラズ。おかげさまでぐっすりだ。夢も見やしねえ。せめて夢の中でくらい絶世の美女にねぎらってほしかったのにな。そんなこと言ってるとまた会にぶたれるぞ。それは癖になりそうだな。ぜひお願いしたいぜ。しかし昨日の嵐が嘘みてえだな。これからしばらく好天が続くよ。ぬかるみもすぐに乾く。好軍日和だ。またそれかよ。どうしたクロード。こうやって空を眺めてた。何年も抜け殻みたいに。何年もはちょっとしょうもないな。これで過去回想か。この写真の場所覚えてるかい。ああ、覚えてるに決まってるだろ。ハーフェン一のでかい工場、ミラー商会のラグナイト工場だ。そうだ、レイリーのお父さんが研究に使っていた。この工場の裏庭が僕とレイリーの遊び場だった。あの日も今日みたいに雲一つない、よく晴れた日だった。いつものように裏庭で遊んでいた僕とレイリーは聞き慣れない音と声を聞いたんだ。僕とレイリーはすぐに工場の様子を見に行った。声っていうか悲鳴だよな。行くぞ、引き上げだ。僕とレイリーが入り口で出くわしたのは数人の帝国兵だった。あなたたち最近よくパパを訪ねてくる。パパたちに何をしたの。いや、これ危機管理能力よ、レイリーの。君はゼロか。そうか、レイリー、レイリーだね。大きく大きくなった。安心してくれアルノ。君のパパの研究は私が引き継ぐ。ベルガー様、お早く。これまで信仰があってよくしてくれてた大人なら話しかけに行くのもわからんではないで。中にパパが、ママが、あの手、ヨナ、私の妹が。ダメだ、レイリー、危ないよ、行っちゃダメだ。離して、離してよ。ヨナはすぐそこにいるの。怖いよ、ダメだよ。いや、クロードが普通。死んじゃうよ。この当時11歳と12歳。お願い、離して、クロード、クロード。いや、いや、いや。これでクロードのこと恨んでるって筋違いも甚だしいよな。まあ当時は11歳で、
ちょっとクロードに負の感情を持つのはしゃあないとして、それから10年以上経ってて、出会い頭にビンタって、レイリー狂ってるんか。そうか、レイリーんちの工場が帝国に焼き打ちされたってのは聞いてたが、絶対そんな話回るだろう。お前もあの場所に。僕は初耳なんか。それはただ怖かったからなんだ。普通、当たり前。情けなかった。何もできなかった自分が。それはそう感じるのは別にいいよ。子供だし、子供だからってな。レイリーとはそのまま会うこともなく別れて、僕は何食わぬ顔で。悔しいと思うのは別にいいよ。だけど心の中はずっとあの日のまま、ずっとずっと何もできず立ちすくんだままで、ただ空だけ眺めてた。流れる雲と風と太陽を。気づいたらいつの間にか空の様子や変化が分かるようになってた。なるほどね、それが風のお告げか。士官学校で習ったわけじゃねえんだな。ラズたちを見ていると無性に腹が立ったよ。後先を考えず、風や雲みたいに自由気ままで。ひっ、後先考えるほど賢くなかっただけさ。おまけに俺は憎まれっ子のダルクス人だからね。あの日の僕は些細なことで君にからかわれて、全部どうでもよくなって君に殴りかかって、帰り討ちに会って何度も何度も殴られて、初めて骨の折れる音と血の味を知って、同時にレイリーの味わった痛みや苦しみは、だからってな、12歳のクロードに何ができたんだって話だよな。だから僕は強くなりたいって思った。レイリーが火の中入ってってたら死んでただろうし な。なんだよそれじゃあ、お前それで士官学校に。ああ、入院中に願書を書いたよ。だったら全部俺様のおかげじゃねえか。こいつは本当にクズ中のクズだな。前に言ったら、本心で思ってたら、僕はラズに殺されて蘇った。その話を会に話しゃ俺の株も上がるってもんなのによ。話せてよかったよラズ。ああ、決戦の前になんだか胸がスッとしたぜ。本当に罪悪感なくなってるやん。クロード、こいつの倫理観どうなってんだよ。僕は君の方が心配だよ。昨日のことといい、いや無鉄砲にも程がある。ラズが一人で死ぬならいいけどさ、紹介に出てた5人が危険にさらされたわけだろ。まあラズのいたら4人か。もうちょっと罰あるべきだよな。任せとけってな。俺は不死身だからね。いやこれ当時さ、この戦場のバルキリアシリーズが今週までまた出たことに喜んでたけど、ちょっとストーリーひどいか。帝国にきっちり借りを返すまで死にゃ死ねえよ。おい、冗談じゃないんだぞ。頼むから。わかってるよ、命を大事にね。お互いに。なんだ、不良っぽいのは嫌か。シナリオ誰が書いてるとか全然出てこんのだけど、ちょっと憧れてた。もっとインタビュー記事とかまで探してったら出るかな。クロード、わりかし面白かった覚えあるんだけどな。3と4の人違うんかな。
にゃ、あ、カイ、レイリー、あと1は好き。そこに2の記憶がほとんどないんだよな。やったのはやったけど、今さっきだけど。何よそんなに慌てて。私たちに聞かせられない話でもしてたわけ？あれ、今度こそコントローラーが反応しない。男同士の秘密の話ってやつだな、クロード。突然切れるんじゃないぜ。ああ、なんだ気持ち悪いな。どうせ誰の尻がどうとか話していたんだろう。カイの尻好きだけどな。最低、帝国との決戦も近いって時に。今んとこちょっと好きなキャラより嫌いなキャラの方が多いな。やっぱり A ゲームって一本のでかいストーリーといいキャラだよな。ちょっとそれ考えるとこの4は選ぶな、評価。まあシリーズものって難しいけどな。こりゃまた壮観だね。お楽しみはこれからってわけだ。ねえクルース、いつまで待たせる気？退屈だし帰っちゃおうかな。私たち、おっと失礼、レディを待たせちゃ色男失格だ。さーて、お楽しみお楽しみ。戦車を丘の上に上げてる意味よ。4章ジークバル海戦。みんな聞いてくれ、 E 小隊に加わる新しい仲間を紹介する。俺はスタンレー・バークレー。弾は当たらなくても笑いで一発当てに行くよ。ちょっと着るには早いからいろいろするか。来たかクロード。さあ、まあ戦車兵なんて後でいいけど、オーダーがあるから。どうした？レベルアップだ。うん、全力破壊はいいね。今日はここまでか。よかろう、訓練ならいつでも付き合う。スタンレーはよし、新たに入隊した隊員。突撃兵か。なんかもらったっけ？手袋、射撃プラス5。射撃プラス5は命中率のこと？距離じゃないよな。射程があるもんな。射撃の威力かな。コニーは男なのか女なのか。ビオラに。よし、
誰か更新してないかな。ラズとかどうでもいいのよ。ワンワンオー、一般兵はおらんか。まあまだ始まったばっかりだもんな。あれ、勲章もらわんかったか。バルラインに兵力集めてるよってとこなんだ。これはいらんな。兵器騒乱もいらん。それじゃあこんなとこか。ちょっとショーで切るのも限界来てるな。次の戦闘前まで見るか。西暦1935年9月、帝国は領内深くまで連邦軍の侵攻を許し、なおじりじりと押し込まれている。だがこの数ヶ月、帝国側もただ守勢に回っていたわけではない。帝国軍参謀本部は連邦軍の進軍に対しある作戦を実行していた。撤退しながらの反撃や焦土作戦により連邦軍主力の進軍速度を徹底的に鈍化し、その間に旧国境の断崖に沿った要塞線ジークバルラインを構築。帝国はその勝利の壁に大戦力を集結させることに成功したのである。そして今まさに連邦軍主力部隊と帝国軍の総力がぶつかり合う一大決戦、ジークバル海戦が幕を開けようとしている。みんな聞いてくれ。 E 小隊に加わる新しい仲間を紹介する。初めだけ以外でも来るんだ。おしゃべりは苦手でな。二代目戦車か。戦車というか装甲車みたいなことやったっけ。見かけない車両、装甲車ですね。ここが E 小隊の宿舎か。だったらなんだよおっさん、まずは挨拶が先だろうが。ああ悪かった。ダン・ベントレーだ。第31大隊から増援でよこされた。増援？近いうちにでかい作戦があるらしい。詳しいことは上に聞いてくれ。その車両、装甲車ですよね。ああ、どんな銃弾の雨の中でも無事に兵士を前線まで送り届けられる。へえ、俺たち歩兵にとっちゃありがたい増援だな。あんまりうまく使えた試しないよな。まあ、届けた後は各々の運布添付だが、できれば5体満足で全員乗せて帰りてえな。さて、走り通しで丸2日寝てねんだ。危ねえな。少し休ませてもらおうぜ。いや、隊長に挨拶だろ。挨拶というか着任報告だろ。各小隊長全員集合しました。揃ったか。諸君、中隊長のモブ感。いよいよ決戦の時だ。帝国軍は旧国境線沿いに防衛線を築き、我らの進軍を阻もうとしている。これが帝国の築き上げたジークバルラインだ。これがジークバルライン。なんて数なんだ。写真は我々が攻撃に参加する中央方面のみを写したものだ。これと同規模の部隊が
要塞線に沿って10方面分集結している。な、この規模の10倍ですか。ここまでの戦闘で敵が消耗していることは間違いないが、それけどお互い様だな。帝国の物量はそれを凌駕するものだったということだ。こっちは補給もままならないってのに、この大部隊を相手に勝ち目なんて。大部隊といっても所詮は寄せ集めの農民兵だ。何ができるものか。ミネルヴァ、相手を低く見積もるのは君の悪い癖だよ。目の前に立ちはだかるのは巨大な帝国が全戦力を結集して築いた壁だ。連邦は数で圧倒的に劣る上、長きにわたる遠征で消耗し疲弊している。やはりこれは無謀な戦いだろうか。これまでの戦いを思い出そう。どれも圧倒的不利な状況から勝利を収めた。まあこれ鼓舞してるんだからいいけど、危険な考え方だよな。その勝利に最も貢献してきたのは誰だ。僕たちレンジャー部隊じゃないか。そうだ、僕たちには勇気がある、戦略がある、そして何より守るべきものが。鼓舞としてはいいだろうけどさ。飛行レンジャー部隊は、連邦軍は決して負けない。ウォレス中尉の言葉の通りだ。ノーザンクロス作戦は我々が先陣に立ち切り開いてきた。おじることなく胸を張り、ジークバルラインに挑もうではないか。ああ、やってやる、やってやるぞ。勝利の壁を破るぞ。まあけどな、この小隊規模で作戦練れるわけじゃないしな。もうここでやるとなったら鼓舞するしかないか。みんなの士気が君の鼓舞で一気に高まった。さすがだな、ミネルヴァ。嫌味だな。そらこう怒られるで。嫌味のつもりないんだろうけど。ミネルヴァ、あの結果的に皆の士気は高まった。謝られる筋合いはない。よかったのかな、あれで。嘘を言ったわけじゃない。どう考えても無謀だ、この戦いは。やっぱり君もそう思っているのか。この状況で無邪気に勝利を信じられるのはよほどのアホか大間抜けだけだ。だがやるしかない。今さら引き返すことなどできんのだ。ならば少しでも士気を上げるほか我々に打つ手はあるまい。ノーザンクロス作戦は軍隊の辛いとこだな。帝都攻略まで完遂せねば意味がないのだから。ああ、死んでいった。この考え方もちょっと危険だよな。僕に死んだ者が無意味になるとかな。そんなことより生きてる人の方のこと考えるべきだよな。クロード、お前に言っておくことがある。私はお前が嫌いだ。人の気も知らず高い場所から見下ろすように正論を説く。ミネルヴァのことは好きやで。そしていつでも地べたで這いつくばる私より高い評価を受ける。そんなことはないよ。君はいつでも僕より優秀で、今だってそれだ。その態度が私を苛立たせるんだ。いいか、この基地の全員に気候レンジャー部隊のエースは誰か問うてみろ。ミネルヴァもレンジャーではあるんだな。満場一致でいい正体、クロード・ウォレスの名が上がるだろうよ。いい加減認めろ。そして己の負うべき責任を負え。この隊の推進力を生み出しているのは他でもないお前なのだぞ、クロード。お前に言いたいことはそれだけだ。いい正体のクロード・ウォレス、その名に恥じぬ戦いを見せろ。わかった、
自覚か。掴んでみせる勝利を。この戦争を終わらせるんだ。またか。マイルズはまだ来ないの？忘れ物があると言っていたが、やけに時間がかかっているな。遅くなってすみません。珍しいな、時間ギリギリだぞ。言ってやるなよ、クソが長引いたんだ。遅刻じゃなけりゃまあ。違いますよ、女性の前でなんてこと。カメラを取りに戻ったらみんなから撮ってくれって頼まれちゃって。貴重なフィルムです。最後の一枚はいい招待よって死守してきました。おお、気が利くじゃねえか。みんな戦車の周りに集まってくれ。ほらダンさんも。写真は苦手だ、遠慮しておく。もう恥ずかしがらなくたっていいのに。レイリーも、ほら。私？当然だ。じゃあ撮りますよ。3、2、1。いい男に撮れただろうね。メイン4人だけじゃねえか。どうですかね。写真は真実しか写しませんから。てめえ、そりゃどういう意味だ。まあ他の隊員は人によってな、入れてる入れてないがあるからな。あなたが本当に変わったか、今日一日だけは信じてあげる。だるいなレイリー。二度と弱虫クロードって呼ばせないで。事件の前何年一緒に遊んでたんだろうな。隊長。ああ。E小隊も出撃する。二列渋滞で続け。あ？クロード。ここで俺たちが帝国を叩きのめせば、連中はガリア侵攻どころじゃなくなる。そういうことだよな。そうだ。この一戦には。ガリアの命運もかかっている。よし、思いっきり暴れてやるか。ジークバルラインへ、いい招待、行くぞ。さて、そしたら一旦ここまでだな。